皆さんこんばんは、コインオタクの伊藤です。ではですね、よいしょ、質問を実はあらかじめたくさんいただいておりましたので、ちょっとですね、質問を回答しながら進行していければなと思います。アリババはどこの仮想通貨を採用しようとしてるんでしょうか。アリババいっぱい出資してますよね、本当に。なんかまあでも企業って結構そういうもんで、なんか特定の1個これっていう形で採用するよりもはちょっと複数やってみるっていうのは結構まあ一般的かなと思いますし、WeChat Pay もですね、独自でやったじゃないですか。アリババもですね、結局独自なんじゃないかなと思います。普通に企業がですね、なんかどこかの仮想通貨のプラットフォーム、まあ、プラットフォームは使う可能性はありますけども、まあ多分独自の方がリスクが少ないんじゃないかなとは思いますけどね。ジョブコインがですね、なかなか上場しませんけども情報ありますかっていう質問、これ結構ですね、ICO 銘柄についての質問が 2,3 個ほど連チャンできてます。で、まあジョブコインもそうなんですけども、他の ICO の銘柄でですね、こうなかなか進捗してないんだけどこれって大丈夫なのみたいなものはですね、そんなにすぐは解決しないかなとはちょっと思います。まあ全くこのままなくなっちゃうという部分もやっぱ出てくるとは思うんですけども、まあ、ちゃんと開発をしてるとは思うんですよね。ただ発表できないっていうのはですね、結構多いです。で、皆さんすごくその情報を結構急いで取りたいなっていうのがあるんですけども、やっぱりですね、1ヶ月2ヶ月でバンバンバンというふうにですね、情報が出るような時代では今ないので、ちょっと待った方がいいかなと思いますね。ただなんだろう、噂は信じないでくださいね。公式じゃない情報が結構流れがちになりますので、ちゃんと公式の方から配信するのを待った方がいいです。で、公式もですね、まあ3ヶ月経って何もない場合はですね、ちょっと遅すぎるかなと。情報何も出さないのはちょっと運用上良くないかなと思いますので、まあそういったものはですね、このタクの方でもちょっと調査をしていこうかなと思ってます。はい。で、もう一個、ちょっと別のですねコインなんですけども、ASIC コインってなんかどうですかっていうのを聞いたんですけど、ちょっとこれですね、分かりにくいかもしれないですけど、 ASIC っていうコインなんですけども、まあ、ちょっとこれ質問がいただいたんで調べてみたんですが、まあ、なんかちょっと仮想通貨じゃないんじゃないかなと思います。これは仮想通貨だとは思うんですけども、なんか情報商材っぽいですね、やっぱね。これはまずさっくりと調べただけですけども、なんかこれっていいの悪いのぐらいの質問だったので、まあ、ちょっとこれはそんなにおすすめはしませんって感じですかね。はい。SBI が投資しすぎて、 SBI なんて投資しすぎてて何が主軸か分かんないっていうのはですね、全く同じ意見です。やりすぎですね、やりすぎ。相性の中で、EOS が開発は EOS が超早い、あかもしれないですね、かもしれない。これ事実ベースで早いですよね、そこがね。はい。結構皆さんですね、ICO の質問ものすごくいただくんですけど、実はですね、質問いただいているマインとか、まあ、ちょっとこれ一部の質問ですけど、マインとかジラ、ショッピン、スイスボーグ、シングラリティネット、クオンタなどなどはですね、実はコインオタクで記事があるんですね。なのでぜひですね、質問をいただくのも大変ありがたいんですけども、ぜひぜひちょっとコインオタクをですね、見ていただけるとありがたいなと思います。で、その中でもですね、ないものもやっぱありますので、ちょっとそれに関してはですね、しっかりとこう調べていきたいなと思うんですが、この時代、多分これですね、非常に近しい時間軸で公開された ICO に関してよく皆さん質問いただくんですよね。だいたい2017年の終わり、12月から、まあ、2018年中前半の ICO についてよく皆さん質問いただくんですけど、これ共通してですね、情報がない場合が多いですね。あと取引所に上場なんか、なんか言った通りできてないものに対してちょっと不信感があるやつですね。例えば5個取引所上場するって言ってまだ2個しかしてないって、でこれ結構多いんですよ。でこれはですね、そのプロジェクト側がそのやり直してる部分を再発表してないっていうのも問題があるんですけども、まあ、環境的にですね、ちょっとそういうのは起きがちですね、この時代のものは。はい。OSA は
どうですか？ OSA はですね、実はもう商品化なので、ここはもうすでに ICO とか仮想通貨っていうよりもかなりもう商品ですね、サービスですね。まだアプリをこれからリリースするところなんで、ちょっとそういうアプリに期待って感じですね。イーサリアムのノードって何ですか？イーサリアムのノードですかね。マイニングやってるパソコンのことですね。一個ずつのことをノードって言います。マイニングする人だと思っていただける。はい。コムサですね。コムサは日本だとね、そう。コムサは今回コインオタクで上げてなかったかな。比較的日本で、コインオタクがですね、調査しているものは、日本で流行ったもの、日本の方がすごく着目しているものをですね、中心に集めてます。ですので、世界ですごく優秀なものとかいいものっていうよりもは、日本の方がすごく気にするものっていうものを中心にしてるんで、コムサも入ってくると思います。ICO 全滅でしたね。ほぼ全滅ですね。はい。伊藤さんは何種類のですかね、銘柄を保有していますか？種類で言うと量がもう数えきれません。どれぐらいあるんだろうな。当然ですね、無価値なものありますよ。ウィズ持ってたりしますし、直接で言ってもしょうがないですけども、でも数百ではないと思います。一応見れる範囲で見てるので、数十って感じですね。伊藤さんはかなり金持ちですか？直球でいい質問ですね。時価総額と言えばそうじゃないですかね。ただほとんど仮想通貨ですよ、持ってるものは。はい。シンガポールの TKX ってどうですか？ TKX を私初めて聞いたので、ちょっと今見ながら行きますけども、はい。TKX 情報少ないですね。これなエアドロップ系ですね。ちょっと見ときますけども、ほとんど情報がない。はい。あまりこう、まだ何か進んでなさそうな銘柄ですね、TKX さんは。はい。ワオビット、上場したのって皆さんわかります？ワオビットが WWB から WWC になったやつなんですけども、コメントなんで喧嘩しないでくださいね。結構ワオビットがですね、結構進行してます。で、ちょっとそこでも流動性は結構高めです。なので、もともとね、ちょっと日本寄りだったので、ワオビットってどんな、いわゆるOK ウェブさん絡みのものって大丈夫かなと、法律の方大丈夫かなって言われてたんですけども、結構それが溶けて、だんだん上がってきてますかね。はい。ビットコイン ETF 承認されますかねと。本当に時間っていうものは黙ってるとですね、もうすぐ来てしまうんですけども、あと2ヶ月後ですね。1ヶ月後ですね。この質問いただいた方ですね、ビットコイン ETF が承認されないと市場の回復が遅くなるんじゃ、できないんじゃないかぐらいの意見でいただいてるんですけども、全然そんなことなくてですね、ETF 自体が、承認されるかどうかっていうのは結構静かなんですよ。両方います。承認されるっていう人もいれば、承認がまだだよっていう人もいるんですけども、実際にですね、ETF だけじゃないです。玉っていうのはこの市場が回復するっていうところですね。なので、そんなに ETF が承認されなかったとしても、帰還しなくても大丈夫です。はい。ETF 以外もありますからね。はい。では、コムサどうなんだろう。コムサですね、ちょっとあんまり適当なことは言えないですけど、コムサの構想はですね、もうちょっと難しいと思うので、多分やり直す可能性はありますよ。しっかりとやるんであれば。で、ジャスミーがですね、1月30日に表舞台に出ますので、ちょっとそこで進捗があると思います。先日のニュースでサンドボックス制度認定された話は暗号資産でも関係あるんですか？どこのニュースだろう。サンドボックスX 制度は暗号資産にもろにダイレクトに影響ありますね。今サンドボックスだとテクノロジー全般 AI とか自動運転とか全部サンドボックスで許可されてますけども、ドローンとか。当然暗号資産もそこに入ってきます。結構重要です。どの国でどんなサンドボックスが有効になっているか、で、そこにどんな会社がエントリーしているかは結構大事ですね。はい。EOS ベースのエアドロップが増えてる。はい。EOS ベースのエアドロップだとですね、結構ゲームトークンになったりすると思いますので、結構使い勝手があります。今までだと応援してねっていう形でエアドロップだったんですけども、EOS のものによりますけど、エアドロップのトークンってすぐ使えますからね、結構面白いですよ、ゲームやるのは。伊藤さんのおすすめのマイナーな通貨、おすすめしてないですよ。コインオタクのですね、サイトとかでですね、こういったツイッターを見ていただくと、
分かるんですけど、実はマイナー通貨を一切紹介してないんでしょ、今コインオタクって。皆さんからご質問いただいたものを解説するのは全然あるんですけども、なかなかね、マイナー通貨って危ないんで、危なっかしいんですよ。ただ、まあ、マイナー通貨ってことはやっぱりトップ100位以下ぐらいがいいと思うんですよね。マイナー通貨が流行った時に市場にいてやっぱり面白いなと思ったんで、で100以下だとですね、なんだろう、バイナンスのチリーズと100位以下ですかね。バイナンスが投資してるチリーズっていう、インフルエンサーとかのスポーツ選手を支援するやつとかはですね、結構最近よく見るんですよ、イベントで。なので ああいうものはこれから評価されるかなと思いますね、はい。BTC がまだまだ下がる、数万円になるかも、一番低い予想をしてる人で、ちゃんとしたアナリストみたいな方で、仕事として、予測してる人で一番低いのは、だいたい10万円ぐらいでしたね。1月末で10万円ぐらいでしたね。 XRP 買う、はい。コムサ買い増し、あれ買い増しかな、はい。伊藤さん、暗号資産未来があって保有してるんですかっていうところなんですけども、まあ、実際ですね、投資としてよりもやっぱりこのプロジェクト面白いなっていうので保有してることが多いです。投資ではあんまり考えて ないので、投資だったらメジャー通貨とかですね、他の金融資産の投資に結構振っちゃってたりするので、暗号資産マイナーなものとか立ち上がったばかりなものを応援する場合はもう完全にそのプロジェクトが面白いので、それを使うぐらいの感覚の金額を入れてますね。実際に使うことも多いです、暗号資産そのトークンを。でこれからSTO になってくると多分その持ち方じゃなくなるかなと思いますね。新しい研究文ですね。国際決済銀行がビットコインの根幹技術を疑問し、プルーフオブワークに対してですね、欠陥を伝え、まあ、出して、プルーフオブワーク、POW が欠陥があるっていうニュースですね。このニュースについてどう思いますか？で、これ、まあ、速度、支払い速度みたいな話ですけど、これ、POW って常にアップデートされてますので、まあ、いろんな POW があるんですけども、これ技術に対しての課題じゃないですか。でこの技術に対しての課題をどんどんクリアしていってるのが今 ICO だったり他のブロックチェーン開発だったりするので、今こうやって課題感が出るのはすごくいいことだと思いますし、課題感が出たからじゃあやっぱりダメだねとは思わないですね。開発されるんじゃないかなと思います。アプリで使えるようなコインが、未来があると思ってる、さすがです。あ、そうですね、東南アジアの普及率すごいですね。そうですね、基本的にはもうあれですね、PC とかそういうもんじゃなくてもうモバイル端末で使えるような感じですね。アプリでコインオタクの T シャツが欲しいですっていうメッセージをちょっと別でいただいたんですけども、もうちょっと待っていただければ買えるようになります。はい、もう少しだけ、ちょっとショッピングというかですね、コインオタクのサイトの中でちょっと T シャツ購入できるようにしようかなと思ってます。皆さんから結構欲しい欲しいって言われて、いろいろプレゼント企画で使ってたんですけど、プレゼント企画でばらまくというか、配布するのが10枚ぐらいしかないので、皆さんに普及しないので届かないのでですね、ちょっと買えるような形にはしようかなと思ってます。今ですね、ちょっとスタッフの方から来たんですけども、LINE アットで T シャツ購入希望ですって言ってください。送ってくれたら、購入リンクをお渡しできるそうです。まだサイトとしては出来上がってないんですけども、ちょっと早く希望される方がいらっしゃるみたいなんで、T シャツ購入希望ですって送っていただければ、それでリンクをお渡します。XRP は不安が多いです。これはこの放送で言えないですけど、XRP がですね、リップル社が普通にバイナンスのカンファレンスで発表してましたよ、リップルの話。そんな中めちゃくちゃすごいこと言ってたわけじゃないんですけども、なかなかね表に出てリップルがリップルの見解を言うっていうことがないので、結構興味持って聞いてましたよ。 ADK はいいんじゃないですかね。 ADK は結構ニュース流れてますね。ただやっぱりどの仮想通貨とか暗号資産プロジェクト そうですけども、英語なんですよね全部情報が。で日本にファンとかコミュニティがないとですね、そこに翻訳が届かないので、なかなか情報が出回らないんですよね。 ADK とかちょっと書きたいんですけどね、ちょっとどこまで書いていいかがわからないんですよね。 ADK はちょっともう一回調べておきますけどね。ハッキングはいつなくなりますか？ハッキングはなくなりませんね。ほんと今年いっぱいもなくなりませんね。なかなか難しいですよ。もうやる人の動機になっちゃうので。投資資産の何割を仮想通貨に当てるのがいいと思いますか？全部の投資であれば全金額の 10% から 30% の間に収めた方がいいと思います。最近は匿名性の銘柄ですねの流通量が多くなってるぞ。いいですね。匿名は匿名だけのファンがコミュニティありますからね、ぜひ見てみてください。エイダの決済カードですね。エイダのカード欲しい。あれもうリリースされたのかな。はい、エイダ使えるの
いいと思いますよ。日本の方も多く持ってるんで。 CG と写真撮ってましたが仲いいですか？あの CG はですね、あの写真すぐ撮ってくれるんです。あの人すごくいい人です。あのちゃんと話もですね盛り上げてくれるんですごくいい人なんです。あの仲がいい、うん、仲がいい、長い付き合いが長いですね。はい、 XRP が一番いいかな。いい、今のところいいですね。ジュピターの上場は、ジュピターフォローしてるとジュピター上場のニュース流れましたよ。はい、メジャー通貨でおすすめだとリップルとエイダー、あの僕リップルとビットコインとかな、メジャーだとそれぐらいを推奨してますね。実はここにイーサリオンもまだ入れてないって感じですね。ハッキングされた仮想通貨の追跡ができるようになった。あの基本的にはできるんですよ、もともとブロックチェーンで。でただちょっとですね、特定できてもなかなかそこからどうするっていうのは難しいかもしれないですね。バイナンスの支援系はまあ強いですね。GGT の進捗具合、 GGT もですね公式に出てる情報を元にしていただければいいかなと思います。そう、リップルダボス会議にもそうなんですよ。リップルっていろんなところに出るんですね。やっぱりもう重要ですからね。 APL のパンプ、あちょっとそこまで見てないけども、もしかすると指定があったのかもしれないです。 EOS はですね日本語で出せなくもないですね。コインオタクで出せなくもないです。コインオタク一回EOS の日本 あの情報配信やってたので、実は一時情報出せるんですよね。法定通貨も同様に盗まれてるんですか？法定通貨はですね、盗まれないんですよ。あれですかね、ただ単にデータ入れてるだけですからね。仮想通貨の募金いいですね。あのバイナンスが今すごい積極的にやってます。春節から上がりますか？もうそろそろ、そうですね、上がっていきたいなと思ってます。日経全資産リップルいいですね。日経が後半、今年の後半から下がっていくんですか？いや、前半から結構下がりそうです。あの、下がる、うん、下がる、うん。消費税 10% 問題いつでしたっけね。あの、下がると思います。あのニュースめちゃくちゃでかいと思いますね。はい。イーサリアム入れてない理由もですね、実はあの、イーサファウンデーションっていう、あの、イーサリアムの大元の財団さんがですね、カンファレンス来てたんですけども、やっぱりそこでもですね、やっぱり言い切らないんですよね、彼らはね。はい。今年分離課税になると思いますか？今年なってほしいな。今年なると思いますよ、僕は。あの、BTC が今実はそこなんです。本当にそこなんです。35、あ、ちょっと上がりましたね。ちょっと今携帯見るとちょっと下がっちゃうんで。そこなんですけども、もっと割るよっていう派がいて、それで10万円がマックスっていう感じです。なので、まあもうこれぐらいが底値かなとは思いますね。はい。シンガポールって勢いがありますか？日本とシンガポールで、何かこうクリプトでに対しての認識の違い、何かこう興味あるとこあったら教えてくださいっていうのがあったので、ちょっとそこを最後にお伝えすると、実はですね、日本とほとんど変わりません。というか世界でもほとんど変わりません。でシンガポールとか、まああの中国の人結構強いですよね。シンガポールも中国って結構世界各国のところにもいらっしゃいますけども、で中華圏の人たちがちょっと違うんです。なんで、基本的にはグローバルで、暗号資産仮想通貨の使用に対してのメンタルは、なんか日本だけ特別なんかおかしく熱狂してたり悲観してたりっていうわけではなくて、皆さん同じぐらいの認識です。ただ中国の方々は勢いがまだ衰えてないんです。当然人によると思うんですけど、全体感からすると中国の方の勢いは全く衰えてないです。多分国力というかですね、お国柄っていうのもあると思います。国が強いとかっていうのもあると思うんですけども、まだまだこれからだっていう方はやっぱ中華系の人多いですね。はい、以上でございます。今日もですね、遅い時間の真っ暗なところですね、聞いていただきましてありがとうございました。また来週もぜひライブでお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。現物よりもデジタルの時代、もっとコイン、ビットコイン。仮想通貨まだ買ってないの？仮想通貨の時代が変わる。仮想通貨天才今はまだ世界を変える。仮想通貨まだ買ってないの？仮想通貨の時代が変わる。仮想通貨天才今はまだ世界を変える。仮想通貨。